アイリス T は、ドイツのディールディフェンス社、スウェーデンのソブ社、イタリアのアレニア社によって開発された、短距離空対空ミサイル。第三世代サイドワインダーの後継として開発された。なお、アイリス T とは、赤外線画像システム、ビブ制御のアクロニムである。1980年代の時点で、西ドイツは、イギリスと、 AIM-132AS ラム開発のパートナーであった。しかし、ドイツ再統一後、過小評価していた AA-11 アーチャーの多量な備蓄から顕著な能力を確認した。特に探索、補足、追跡能力など、はるかに能力があり、機動性もより優れていることが判明した。これらの事実はドイツに AS ラムにおける、 機動性の欠如した一定軌道の水力など一部の設計に疑問を持たせた。その結果、イギリスと協定を結ぶことができず、1990年にドイツは AS ラム計画から降りた。ドイツのディールディフェンス社は自社開発したミサイルがサイドワインダーに破れたため、各種サイドワインダーのライセンス生産を行ってきた。AA-11 の対抗として、 サイドワインダーを赤外線画像シーカーへ乾燥したアイリスを提案したが、ドイツ空軍はこれを承諾しなかった。そのため、BGT は独自でアイリス T を計画し、1995年6月に承諾された。同年、ドイツはギリシャ、イタリア、ノルウェー、スウェーデン、カナダと協力してアイリス T の開発計画を発表した。なお、後にカナダは、 計画から脱退したが2003年にスペインがプロジェクトに加わった2005年12月5日に最初のアイリス T がドイツ空軍に引き渡されたアイリス T 構造図メディアを再生する C カーブの挙動アイリス T の構成可能域常機の通り本ミサイルの開発は AIM-132A スラムから派生していることもあり技術的には同ミサイルや 同様の経緯で開発されたアメリカの AIM-9X との類似点が多い。前任者である第三世代サイドワインダーと比べての主な際は名称の通りの2点である。前者は誘導精度の増強と赤外線妨害技術への高端性向上、後者は機動性の向上をもたらした。また、このほか、オフボアサイト射撃能力の強化も重要である。 ミア誘導システムのシーカーは90度の視野角があり、このため、ビブ制御化による、機動性向上とも、相まって、従来通りの発射前、ロックオン方式で運用した場合も、在来機よりも、光線可能域は拡張されている。中間艦性誘導方式の導入によって、発射後ロックオン能力も獲得しており、ロール方式で発射した場合、機体側に装備されたヘッドマウントディスプレイによる、 照準システムと併用することで、光線可能域はさらに拡張することができる。また、サイドワインダーを搭載、使用できる、航空機は、大きな改造を行うことなくアイリス T も搭載、使用できる。2011年までに4000発が生産される、計画である。ドイツ、ギリシャ、オーストリア、スウェーデン、ノルウェイ、イタリア、ベルギー、オランダ、スペイン、サウジアラビア、南アフリカ共和国。 ありがとうございます。